2021年1月22日に大黒正氏は引退することにしましたすべてのクラブの社長スタッフクラブスタッフ指導していただいた監督コーチングスタッフメディカルスタッフチームメイトの皆さんそしてそのすべてのチームのファンサポー,トのサポーターの皆様それぞれの地域でお世話になった皆様に本当に感謝しています本当にありがとうございました22年間ありがとうございました日本代表の時にお世話になった ジーコ監督、コーチングスタッフの皆様、代表スタッフの皆様、日本サッカー協会の皆様、一緒に戦った選手の皆様、えー、応援していただいたファンサポーターの皆様にも本当に感謝しています。ありがとうございました。ガンバ大阪にも本当にすごい感謝してまして、9歳から25歳まで育てていただいて本当にありがとうございました。ガンバの下部組織で本当に素晴らしい指導者。 の方々から最高の指導をしていただいたおかげで、えー、22年間、本当にプロとしてやっていきました、本当にありがとうございました。また、鴨本さんにも本当にあの感謝していまして、鴨本さんがあの鴨本 FC を作っていただいて、そこに僕が入ったことで、そこ、鴨本 FC がガンバニアになり、そのままプロになれたので、鴨本さんにも本当に感謝してます、ありがとうございました。そううですねもうここ15年20年ぐらいの本当に 素晴らしいパサーの人たちと本当にほぼ全員と一緒にプレーさせてもらえたことは本当に感謝というか幸運なことだと思いますし、まあ、その中でもやっぱり、まあ、一緒の同学年の双川とかあとあの遠藤さんとかあと秀さん、中田秀さんあと中村俊輔さん小野伸二さん小笠原光男さん 中村俊輔さんっていうそういう切り替えのプレーメーカーの方々みんなのパスを受けれたっていうのは本当に幸せなことでしたしそれぞれ最高のパスが来て本当にフォワードやってて幸せというかそういう人たちのパスは本当に幸せな時間でしたね。本当に。はい。 もう思ったところにボラルが来るので、その,その皆さんは。い。そうですね、えっと、忘れられない試合はやっぱり、その日本代表の時の北朝鮮の試合もそうですし、まあ、ガンバでプロとして、あの、2点目かな、公式戦取ったとき、ジビロ戦のゴールもよく覚えてますし、あと FC 東京で、あの、駿河杯で、 途中出場させてもらって、ロスタイムにあの左足のアウトで決めたゴールがあったんですけど、それは結構難易度も高かったですし、まあ、自分の中ではタイトルも、エッシュ同球もそれでタイトルが取れたんで、そこは結構記憶に残ってますね。はい、ガンバーーでの初ゴールと初ゴゴルルとというか 僕の初ゴールは中澤さんのアシアだって入っちゃったんですけど、その次の自分で入れた初,初ゴール <laughs> と、代表の初ゴールと、その FC 東京のゴールが、まあ、どのゴールも全部覚えてますけど、印象的かなと思います。はい、引退を決断した理由は、ガンバ大阪からあの、下部組織のコーチのごをいをだいたので。 それであの決断しましまた、はい、それはなぜかというとまだ体も痛いところもないですしまだ全然点も取れますけどやっぱりもう一つの僕の人生の目標として監督コーチ業でもやっぱり成功したいっていうのがありまして、まあ、その中でガンバ大阪からそういう本当にありがたいお話をいただいたので。 本当に育てさっきも言いましたけど、本当にガンバにはずっと育てていただいて感謝しかなかったですし、そういう思いで、ね、ガンバからそうやって言っていただいたので、僕もガンバの、ね、少しでもお力になりたいと思いまして、えー、コーチをさせてもらおうと思いました。あんんんまりそういういい選手ははは、なかかったでですね。あのあでも中中澤澤ささとかは本当に、中 本当にいいなと思いました。対戦してもそうですしあのチームメイトで,マリオスで F ・マリオスで2年やらせていただいたんですけどその時もやっぱり自分のトラップが少しでもやっぱりイメージと違うところに1 0ンチとか2 0ンチとかの世界ですけどちょっとミスったなと思うとやっぱり後ろから疲れたりとかやっぱりそういうすごく素晴らしい選手だったので。 これは対戦するディフェンス、あのフォワードたまらんやろうなとか思いながら、ファマリアンスでいるときは <laughs> 思ってましたし、しかもファウルをしないんですよね。ファウルもしないですし、あとシュートブロックうまいっていう。あとセンタリングに対しても、あのニアを消しながら、ニアの対応しながら、頭こえそうなボールもちょっとヘディングで触れたりとか、まあ、そういう 一人二役をできたりとかもう万能やったんで中澤さんは本当にやっぱり素晴らしいなと思いますししかも僕の1点目のゴールを中澤さんがちょっと足当たって入れてくれて本当に感謝しかないです。<笑><笑>っていう、はい、本当に中澤さんは本当にすごいなと思いましたあと森重もやっぱり賢いなと思いましたけど FG 東京の時に一緒に あの練習してて、はい、ついてきたんで、僕の動きに、あれで、盛 <laughs> は賢いなと思いました。はい